英語資格以外は何持ってるんですか？教員免許も取りましたからね、僕ね。上位何パーセントだったか忘れちゃったけど。あ、トピック。韓国語能力検定。歴史能力検定試験かな。はい、ということで始まりました。森鉄チャンネルです。さあ、今回なんですけども、森鉄の持ってる資格、英語資格以外は何持ってるのというのですね。まあ前回ね、数学検定3級合格を出したんですけども、合格を出したか合格の動画、はい、出ましたが、そういえば、英語以外の資格、私どんだけ持ってんだろうって思ったんで、そちらちょっとね、調べてみました。まあただね、英語に関して言えば、まあ結構持ってるっていうのは知ってもらえてはいると思うんですよ。なんかね、出ましたもんね。あ、これか。はい。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個映ってんのか、これで。はい。15個映って英語のやつですね。まあ、これ以外にも、まあ、まだあるんですよ。僕、英語の資格ね、持ってるやつは。トフルの ITP が660も載ってないし、ペーパーの方ですね。ボランティア通訳検定、なくなっちゃった試験ですね。それもないし、あ、工業英検2級。GTELP 国際英検とかっていうのは一番上も持ってますね。なんて感じで、まあいろいろと取っているんですが、それ以外ね、もう持ってんのかっていうので、持ってます。ここで、突っ込まれてたのが教員免許。教員免許も取りましたからね、僕ね。僕中学高校英語なんで、一種免許ですね。これは、まあ英語なんで、まあどかしましょうね。それ以外、どんなの持ってんだっていうわけなんですが、まずですね、どれかな？まあこれが難しいね。日本語教育能力検定試験。日本語のね、これ教える、日本語の先生になれる資格なんですけど、これは、むちゃくちゃ難しいですよ。今はわかんないですけど、上位何パーセントだったか忘れちゃったけど、しか合格できないですよ、もう。どんだけいい点取ろうが。なんで、これを、やっぱ何年も頑張って勉強してるって人いっぱいいるので、だすごいってよく言われるし、あとは、簡単に取りやがってムカつくって言われる。日本語の教師とかにね、言われたりします。大学院の時に取りました。日本語の先生になる試験にリスニングとかあるんですよ。日本語の。学生はどこをどう間違えたかとかね。私はここにいます。はい、今のアクセントはどれでしょうみたいなね。この1、2、3、4、5、4択になってたりとか、なんじゃそんな問題みたいなね。不思議な問題がやっぱある。まあこれは英語教育の知識があったんで、まあいわゆる言語教育に関する知識があるので、すごく有利なんですね。日本語文法がやっぱね、弱かった。その言語学の理論とか、その教授法の理論っていうのは、その英語を通して私は勉強してるんで、もう入ってるんですよ。だから言語学はわかるし、まあ東大の言語学にも合格してるし、教授法も英語教授法の資格持ってましたから、すでに。なんでそれで取れる。あとは日本語の知識だったんで、日本語文法ですね。そこを入れて、日本語音声学は結局最後まで相当大変だったけど、今の実技のやつね、アクセントどれでしょうはめちゃくちゃ難しかったけど、それ以外はできました。日本語文法以外はもうあったんで、そんなに一生懸命やんなくても合格できたって感じですね。いや、難しいよ、難しいですよ。前提の知識がだいぶ有利だったんで、あと言語に興味があったんでね、だから日本語文法に関しても面白かったんでいけました。次に、あ、トピック、韓国語能力検定4級。4級って一番下1級ですからね、間違いないね。1級、2級、3級、4級って上に上がっていきますので、5級、6級で6級が一番上です。昔は初級、中級、高級って言われる3つだったんですけど、2個、2個、2個っていうので、まあ3種類の試験だったんですけど、今はトピック1、トピック2って言って、今3、4、5、6が同じ試験になってるんですけど、1、2になる前ですね。私が取ったのは、その中級の試験があった時です。そこで中級の中で何点以上は3級、何点以上は4級って言って、韓国にいる時に3級取ったんですよ、確か。で、日本戻ってきてから4級取りました。難しいですよ。世界的な試験なんですけど、ライティングがあるので、これが大変だと思いますね。日本で受けた時、やっぱ試験終わった後にこう集める時に、白紙の人が相当多い。私はもうびっちり書いてね、4級合格しました。今受けたら5級取れないんじゃないかな。語彙をだいぶ忘れちゃってるもんね。まだ喋るのはそんなにね、苦労しないんですけど、喋る試験じゃないんで、読み書き聞きなんでね。安越先生がね、トピック韓国語能力試験1級って言ってて、みんながわーマジってなって、でも実は一番簡単、それ一番簡単だからずっと1級って言い続けてる、うん、でも実際にはそう、当時の生徒がね、僕が高校で教え
って帰る時のバスの中でね、安久保先生って韓国語検定1級なんだぜ、嘘マジすげえって言ってたからね、違うわって後ろに向かって言いたかったけど。で、ハングル検定の3級を持ってますね。ハングル検定は日本人向けの試験なんで、まあ難しいですね。自分は韓国で勉強してきてたんで、日本で勉強してなかったんで、日本語との対応とかっていうのを知らなきゃいけない。漢字とかね、この漢字はハングルにするとこれでやるとか、そういう対応も覚えなきゃいけないかったりするし、あと発音記号みたいなのも一応あるんですけど、それも勉強しなきゃいけなかったんで、その辺は大変でしたね。面白かったのが、早稲田で受験したんだよね、確かね。受験する部屋に、自分が大学で教えているトイッククラスね、自分のトイッククラスで教えている女の子がいたんですけど、その子が同じ部屋で受けてた試験。だから、まあ、その子はダメでしたけど、私は合格しました。リスニングはね、余裕だった。本当に文法とか語彙とか発音の日本で韓国語を習う場合のところっていうのをゼロから勉強するのが大変だった。さっきのトピックっていうのには出ない形式ですね。それを勉強しなきゃいけなかったんで、まあ面白かったけど。で、続いて HSK3 級ですね。中国語の方ですね。まあこれも HSK っていうのは 1,2,3,4,5,6 って上にこう上がっていくんですよ。レベルも世界的な試験ってそうですからね。1,2,3,4 だから昨日のね、数学検定が英語に訳されるときに Q ってなってたから、 First Q って Q ってね、日本語になってましたから、英訳のとこも。そう、普通だってレベルって言ったらさ、レベル1、2、3って上に上がっていくわけですよ。そう、だから英検のおかしいんだよね。1級がレベル1っていうか一番下みたいになってるんだよね。そう、だからこれも HSK も1級が一番下で6級が一番上で、まあ日本人にとっては大したことないんだけどね。リーディングはやっぱり漢字の書きとかもめっちゃ簡単だし、だリスニングがどんだけできるかっていうことですね。それに対して中国語検定になると、まあこれ4級しか持ってないんですけどね、まあ、中国語検定、日本の方は下からこう、6、5、4ってなってくんで、こっちはね、日本で勉強するやり方なんで、大変ピンインとかね、覚えなきゃいけないんで、4級からやめちゃった上。まあもうちょっとね、勉強はしたかったんだけど、やっぱ海外にも行けないしさ、やめてしまいましたね、中国語の勉強は。続いて僕が持っているのは歴史能力検定試験かな、世界史3級持ってます。これね、ユキオ先生ですね、ユーテラのユキオ先生の事務所で昔はね受けられてたんですよ、教え子たちが。僕も受けました、ユキオ先生だから。受けて試験終わった後にユキオ先生が解説してくれるんです。いや、でももったいなかったね。せっかく総計レベルの勉強してたから2級受けとけよかったなって思う。3級はその総計レベルだったらもう簡単、まあ今知らないですけど、せっかくあんだけ深いとこまでやったんだからね、2級取っときゃよかったなって思う。続いてニュース時事検定能力試験、これ多分3級だったと思いますね。国連英検で必要だったから、時事に関する知識ってだったら、まあついでになんか資格取ろうと思って資格も取りました。まああんまり勉強しなくても受かる試験でしたね。普通に国連検の勉強してたんで、これのための対策とかっていうのはほぼほぼしなかったですけど、受かりましたね。だ、ちょっと次何取ろうかね。日本史はね、通訳案内書の時勉強したからね、一応ね、まあ取れるかなと。あとはフランス語長いことやってたから、これも3級とかだったらすんなり合格できるんじゃないかなと思ってますね。一応ね、こういう東大の院試のために1級レベルまで覚えたんで、でスペイン語は東大で勉強してたしね、まあまたできるかもしんないですけど、はい、どうですかね、皆さんこれに挑戦した方がいいんじゃないのっていうのがあったら、ぜひご意見お待ちしております。どれに挑戦しようかな。あとカリフォルニアの免許だ、切れちゃってるわ。でも更新できないわ、もうずっと行ってないから。で、まあ日本の免許に切り替えたんで、そう、トイック受けるためだけですけどね、この免許取ったのは。日本の切り替え試験で取りましたね。でアメリカで20何ドルぐらい、まあ当時2000円ぐらいで取りましたね。そう、だから日本の方々よりもだいぶ安く私免許持ってるんです。はい、という感じで今回は私の持っている資格試験について話してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんも頑張りましょう。